ヘイリバーは、カナダノースウエスト準州のグレートスレーブ湖南岸、平河は川口に位置する町である。州とイエローナイフに次いで人口が多く、ホートスミスと共にサウススレーブ地域の中心的コミュニティである。先住民の活動は、紀元前7000年頃まで遡る。1854年の地図に記録があり、1868年に、 ハドソン湾会社の公益書が開設されたが、初めて定住したのは1892年チアトロ、率いるスレービー族の人々である。続いて選挙団の学校や診療所ができ、1925年には王立カナダ基馬警察が来て、第二次世界大戦中にはアメリカ陸軍工兵隊が滑走路を設置した。1948年、カナダ連邦政府が、 アルバータ州から続くマッケンジーハイウェイを付設し、カナダ南部の諸州と道路で接続された初めてコミュニティとなった。1959年、海運会社ノーザントランスポーテーションカンパニーの本拠地となり、マッケンジー川や防法都会沿岸の居住地に向けた物流センターとなっている。1964年には、近郊のパインポイント鉱山開発に関連して、 マッケンジーノーザンレールウェイが敷設され、北アメリカ大陸全体と鉄道で連絡された最北の地となった。ヘイリバーハイウェイの終点で、イエローナイフやアルバータ州へは通年舗装道を使って通行可能。カナディアンナショナル鉄道の貨物列車が1日1日往復運行しているが、旅客の取り扱いはない。ヘイリバー、マーリンカーター空港が市外より、 北 3km に位置している。ファーストや及び地元のバッファロー航空が、イエローナイフとの間を1日1往復運行しているほか、ノースウェスタンエアが、ハイレベル経営ドモントンビンとフォートスミスビンを週4往復運行している。ありがとうございます。